これうんちをあったかい生理食塩水と混ぜて400、よくミックスして400倍に拡大してます、はい、でちょっとさっきまで動いとったんだけどちょっと細菌がねもぞもぞ動いてるんですけど今は動いてません。これちっちゃいのが細菌なんですけどね、はい、でまあ動きとしたらねちょっとおかしいかな、腸内細菌素がちょっと崩れてるなと思いました、はい、あとここでこの倍率で原虫ジアルジアとかトリコモナスがいたりすると発見できるんですけど、この画面を横切る動きをしますけどいません、うん、で次ね、さっき400倍でこの40倍にするとこれで線虫の卵がいたりすると発見できるんですけど、線虫の卵もいません、はい、次これは炭水化物の消化具合を見るんですけど、消化具合が悪いと黒くなってきます、はい、真っ黒ですね、はい、だから炭水化物の未消化反応がちょっと一部この辺は正常です、うん、ちょっと、ま、色が濃いところが未消化反応であります、はい、次が脂肪の未消化反応を見ます。で脂肪の未消化反応があると、例えばねこのように赤く染まってくるんですよ、はい、だけどそれはないね、はい、こういう画面ではただ真っ黒のところがあるからこれは脂肪じゃなくて炭水化物の未消化だと思うんですけど、そういう感じがあります、はい、あ、ごめんね、じゃあこれを今のこと書くと、線虫の卵はないと、原虫の卵もない、未消化反応はちょっとある、腸内細菌素はちょっと崩れてると、こんな状態です。